はい、いらっしゃいませ。ご機嫌。今日もね、エンジニアが死滅した世界をやっていきたいと思います。ゲームスタート。来てくれたんですね。まだ調査が始まったばかり。あなたの力を貸してください。ということでね、マップ。前回が、このお金が引き出せない銀行っていうのをやったので、次はその上のね、アンドロイドの生産工場をやっていきたいと思います。ロングヘアが手に入る感じですね。まるでホラー映画みたいですね。たくさんの人が倒れているかと思いました。人型アンドロイドを生産していた工場のようですね。ということで、これはエスカレーターかな？エスカレーターのところのやつですね。じゃあこの問題やっていきたいと思います。ミッション、アンドロイドの生産工場、ミッションレベル D ってことね。ある暗号化された文字列 S が与えられます。文字列 S のうち奇数文字目を取り出せば解読できることが分かりました。文字列 S が与えられているので、奇数文字目の文字を取り出して、解読した文字列を出力してくださいっていうので、入力される値は S、一文字じゃない、一行ですね。で、例えばこういう入力があったら、ファイザーっていうのを返すようにしてくださいってやつですね。大丈夫かな。はい。じゃあやっていきます。言語は相変わらず JavaScript で。で、まあ、前回と同じように一旦 LINE 図の中身確認しておきましょう。で、こんな感じで入ってると。だから、コンスト str イコールラインズの0。必ず配列できてるっぽいので、こうしておかないと多分文字列として抽出ができないですね。で、文字列と抽出した後なんだけど、文字列ってこれでできたっけ？すんげえ忘れてる。できるね。ってことは、あ、でもあれか、そっか、俺がやりたいことはそうじゃねえな。ちょっと気になったのが、ちょっと仕様を確認すりゃいいんだけど、STR の foreach って確かできないよね。ほんとこういう変数の書き方よくねえ。コンソールログ s t できないね。やっぱ文字列に対しては foreach ができないので、まずはコンストの、アレイに変えます。STR のスプリットで分割するんですが、これを空文字列にしてあげると一文字ずつ分けてくれるはず。だからこれをやります。一文字ずつになりますね。で、この時にどっちだ、こうか逆か、合ってんね。コンソール S のインデックスでインディエックスのインディエックスこうやってんとこうなるから、アレイで返すのはよくねえってことは、やっぱりあれだな、答えが入る配列をストアンサーイコール配列は用意しとかなきゃいけなくて、if インデックスパーセント2が0なら、さプッシュで s ってやってあげて、ちょっといらないコンソールログ消しますね。この状態でコンソールログ、アンスはってやんと多分失敗なんですよ。で、ね、これ一文字ずつになっちゃう。だからこれをジョインしてあげなきゃいけない。あれ、ジョインって文字、空文字列の時は入れないんだっけ？あれ、いるよね。いらなかったっけ？ああ、こう。こうすると、変な表示になったね。なので、やっぱ空文字列を与えてあげると。してあげれば、こんな感じで出てくれるので、多分これで大丈夫だと思うんだよな。いらんのも出ないし。はい、提出します。ルート問題正解、イエーイ、クリアしました。生産工場を完全に AI で管理してしまうと、大昔に話題になったあの映画みたいになってしまうかもしれませんね。どの映画だ。で、獲得したアイテムロングということで、早速着替えてみましょう。お、エリア探索を進めて達成度を 25% 以上にしようっていうミッションがあって、それをクリアしたから、これ表情かな、表情をゲットした感じですね。はい。で、まず髪型ロング、あ、いろんな色のがあるのね。茶髪のロングだとこんな感じ。おー、調査にヘアスタイルはあまり関係ないと思っていましたが、温度や風なども考慮しなければならないのですねって。何色がいい、せっかく服が服だから服の色に合わせようか。いやー、なんかよくねえな。で、あれ、俺前回これに着替えた気がしたけど、そのままになってたわ。この髪これにするんだったら、なんか普通に、あ、こっちがいいね、これでいいや。で、表情が微笑みセットっていうので1個手に入ったんで、
微笑みにしておきます。表情を変えることで気持ちが伝わりやすくなると理解はしていますが、変じゃないですか、ということで、今日はこの辺にしておきたいと思います。そんなわけで今回はエンジニアが死滅した世界の第2回でした。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回でね、前回ね、この世界を救うのが目的かとか復旧するのが目的かみたいなこと言ったんだけど、どうもね、喪失した記憶を集めるのが目的らしいです。集めてどうするんだろう。